まだあんの？あ、まだあんの？いいですか？はい。いや、いいよ、何でもいいよ。あ、ごめんなさい。何でもいいよ。はい、友達が羨むようなあの自転車のパーツ3選教えてもらいたいんですけど。あ、これつけときゃ羨むでみたいなやつ。はい、はい、あ、ありますね。あ、本当ですか。はい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 、はい、教えてほしいな。あ、なるほどね、なるほどね。あんまり高くない方がいいですよね。はい、コスパが良くて、でこれつけときはまあ自慢できるというか、友達がまあ羨むなってやつでしょ。そうですね、ありますよ。あ、これかな、まず、これかな、はい、これをつけとけば、友達が羨むパーツ3選のまず1つ目、これ安いですから、ブレーキ鳴きの音が宇多田ヒカルのオートマチックになるキャリパーブレーキ。普通のやつ、安いやつキーッと音鳴ると思うんですけども、はい、これを使うと、はい、It's automatic と言います、かけた時に。これは羨みますね。あんま売ってるの見たことないんで、希少価値もあると思うんで。聞いたことないですね。ないでしょ。これつけてるとね、確実に何それってなりますね。そうっすよね。欲しい、うん、で、そうだな、ブレーキ、ホイールだと結構高くなっちゃうので、そうですね、これかな。感じが分かんない、間違ってるかもしれないですけど、はい、これですね。誰もが友達が羨む自転車パーツ2戦目、アスカキララの家にあったとされるサドル、かっこ布製。これは欲しがりますね。現に欲しいでしょ。そうですね、羨むでしょ。あの2戦ともすごいですね、うん、最後3戦目、はい、でコスパがいいっていうのがあれですから、そうですね、友達が羨むやつ、それ欲しいなってなるやつでしょ、はい、実際僕がなるやつでもいいんですよね。そうですね、行くと過去にそれで行くと、そうだな、
難しいな。めちゃめちゃもう高くなってもいいですよ。あ、いいですか。値段はその縛りがね、はい、あったんです。じゃあホイールですね。あ、やっぱりそうですね。あ、フレームかな、どっちにしようかな。まあでもみんなフレームは持ってて、で、いやでもフレームかな、いやそうかな、いやーやっぱホイールかな。あーホイールかな多分。悩ましいですけども、フレームっすね。フレームにしますわ今回は。これね、多分100万以上はすると思うんですけども、これですね。ピカソの絵がすっぽり収まるフレーム。この3線ですね。フレームですよね。はい、フレームですね。でも、すっぽり収まるんで、ちゃんと。余らないですかね。いいと思いますね。これはみんな欲しいんじゃないですかね。え、いいですか、はい、これでいいですか。 ありがとうございます、はい、また何か聞きたいことあったら何でもいいんで、はい、すいません、はい、お邪魔しました、はい。